ファイナルファンタジー14の場合、常にこう物語は紡がれ、更新され、その進んでいくので、なんだろう、こうテレビドラマシリーズのように展開しているから、今回今やっているのがさらにハイデリンズ・オ・ディ・アーク編だとすると、いよいよそのクライマックスに突入するから、今まで謎として作ってきたもの、伏線として張り巡らせてきたものの8割はぶちまけて構わないっていうのは明確に決めていたので、ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。まあタイトルにある通りプロデューサーとディレクターをまあ兼任しているので、まあ何でもやります5.0 のメインクエスト全般を担当しました。あとはいつも暗黒騎士のジョブクエを担当しています。 5.1 以降は他のスタッフが書いてくれているメインクエストの監修をしています。アリゼが水晶コインでコピーするシーンとかちょっと足したりはしていますが、基本的には監修です。シナリオの収録には基本的に立ち会って、まあ、いわゆるディレクションというか CG をする役目をやっています。例えばそのキャラクターの距離感がこれで合ってるかとか、その動きにまだその時全然映像とかできてないんですけど、つけようと思ってる動きに対して今のキャラの声のテンションが合ってるかとか、もちろんその心情的なところもそうですし、全体を通してうまいシーンになるかどうかっていうのを、チェックしながら立ち会っています。メインシナリオをライターとして、クレジットはされていますが、メインシナリオの執筆という意味では、まあ、お手伝い程度で、どちらかというとシナリオチームの統括とか、あとは自分が担当しているシナリオの執筆とか、あとはロアの方の作業をいっぱいやっていました。これって別に何だろう、シャドーブリンガースのテーマではなくて、それを今回光と闇に置き換えて、いつもだとイメージ、光は美しい、正義、綺麗なもの、その汚れなきものみたいなイメージがあるけど、そうではない。闇にはやっぱり闇なりの良さというか、やっぱりよくセリフの中にも出てくるけど、世界には夜が来るから星が綺麗に見えるっていうのもそうだし、いやポイントはここが実は結構難しかったなって、まあ作ってる時も思ったんですけど、やっぱり一般的に光と闇っていうと開発チームの個々人の頭の中にやっぱり光は正義で、その闇は悪っていうやっぱり無意識化のこうイメージがついていて、その単純に今回は描く視点が違うだけであって、原初世界っていうものに用意として登場してきているモンスターたちは闇の属性だって言われているよねと。で彼らはモンスターの姿をしており、ボイドゲートをくぐってやってきている。で今回作る敵はそれの単純に光属性を持ってるだけだとか、説明としてはゲームの冒頭ってやっぱりその早くダンジョンに行きたいとか、その単純に話を聞く時間をいっぱい説明したいことはあるけど、話を聞く時間をそんなに膨大に取ることができるわけでもないというか、それが望まれているわけでもないと思っていて、じゃあどういうエピソードがあったら第一世界の現状だったりとか、そこの人たちの今置かれている事態もそうだし、気持ちとかを伝えできるだけ直球にで身近に伝えていけるかなっていうところを考えて、 We have to run! あんまりその例えばまあ、もちろんその恐ろしいシーンなのにするというつもりでは作ってたんですけど、じゃあ怖がってほしかったとか、その何か特定の気持ちを感じてほしいって作っているっていうよりは、あくまでこちらはそのこの世界はこういう現状にありますっていうのをできるだけストレートに描いて、それに対して嫌だと思うのか
寂しいとか怖いとかって思うのかどうかは、それぞれの、まあ、皆さんの思い通りでいいかなと思ってはいます。まあ、液体的なこう涙のようになんか液体が顔にかかるというところが技術的になかなか今まで14ではできていなかったことではあったので、ちょっと表現の幅が広がったなっていう、どちらかというとクリエイティブな目線で、あ、これは今後に使えそうだなと思ったっていう感じですね。ちゃんと論理的にそれを用意してるっていうところの方が、なんだろう、物語を作るっていう上でもし作り手を目指してる人とかがいるんだったら、そういうところを感じてもらえるとちょっと嬉しかったりします。まず、石川の方からメインシナリオの概要が、提案があった時に、まあ、罪悔いにあたるものについて設定が書かれていました。でその際に天使のイメージにはならないようにというのを、まあ、吉田とも相談して、決めていました。で罪悔いの名前に関してはまず、世界が滅亡に瀕しているというイメージから、人々の罪があまりにも深かったためにその罪を食べてしまう存在が現れたというようなロアを考えて罪悔いという名前を考えました。でその際に、まあ、シンイーターという英語の仮名をつけてマイケル・クリストファー・コージ・フォックスに提案したところ、これが珍しくそのまま採用された形になります。で私個人としては1パッチだけメインクエストを直接担当させてもらっていて、まあ、海の底から塔の上まで大事な気持ちを探しに行くようなお話になっておりますので、そこまでお付き合いいただけたらな、嬉しいなっていうのと、まあ、その結末を気に入っていただけたら、少しでも気に入っていただけたらさらに嬉しいなと思っております。開発チーム、デベロップメントチームの成長が同じようにぶちまけられた拡張だったなっていうのは、もう素直に、まあ、なんかこう見るお父さんじゃないですけど、まあ、自分自身も含めて本当に成長してきた部分、そのプレイヤーに支えられて成長してきた部分っていうのを全部ストレートにこう拡張作品として出せたかなとは思ってるので、まあ、僕の印象はそれが一番誇りだし嬉しいって感じてる部分ですね。